今日は内は全体、外は個人ということについて説明してみたいと思います。全体と個人は一つであると、本来は個人というのはおりませんよと言うんですけれども、私たちはどうしてもこの外という個人を見る上に個人があると思い込んでいるわけです。個人は全体の現れでございまして、個人が全体から離れて独立して存在した試しはないと。これを全一体感だというんだと。この木の葉一枚は全体から離れて存在不可能なんです。あなたも全体から離れては不可能なんですね。外を見れば一枚の木の葉ですけれども、内を見ますと全体なんです。これは全一の生命につながっているわけですね。生命は全体者。姿形は個人となって現れているわけです。で、個人を表しているのは全体なるものであるということなんですね。で、皆さん方、外を見る上に私は個人ですと。全体と離れていると。この木の葉一枚は全体から離れて存在できるでしょうか？できる？できますか？だからあなた方もこの大生命、無限生命から離れて存在できない。生命は宇宙にいくつあるかと一つしかないんです。一つの生命に基づいて全ての万象、万物は生き生かされているわけですね。だから内を見れば無限、外を見れば個人ですね。じゃあ個人なるものと無限なるものとは別でしょうか？一体ですね。一体ですよ。だから本当は自他一体と言いまして、この木の葉からすれば、この木の葉は誰になります？誰になります？自分にしかならないわけです。じゃああなたの隣人は誰になります？隣人は。この木の葉がこの木の葉を憎んだら誰を憎んでることになります？自分ですよ。そのことがわかりませんで、外という外観でしか物を見ませんので、他人がおると思ってるんですよ。他人はおります？この木の葉からすれば、この木の葉は他人ですか、自分ですか？生命は一つの生命に基づいて全てが生きているわけですよ。あなた方も一つの生命に基づいて54億という人間が生きているわけです。生命を見ますと個人ですか、全体ですか？生命は全体じゃ、肉体は個がとなって現れていますので、その外側に生きている人間は個人主義、その生命に生きている人間は全体主義なんです。ね、生命に生きている人間は非利己的、そして肉に生きているのは利己主義者。自害式は利己主義、真我は非利己的なんです。だからあなた方がなぜ利己的になっているかというと、外を見て生きているからであると。そうですね。内を見て生きているから非利己的、利己的になっているんですか？外を見れば個人、内を見れば全体ですよ。なぜかと言いますと、全一の生命しかないんです。宇宙生命しかないんです。その宇宙生命が、同じ生命が、すべてに宿っているわけですから、生命を見ると全体、そこを見ると個人、全体なるものが個人を作り、全体なるものが個人の中に宿っているんです。これを全一の生命というんですね。全一の生命、全一の生命とは、すべては一つの生命と。この木の葉がいくつあっても、生命はいくつあります？いくつある？一つ。だから根源は、源は一つしかないということなんです。生命がたくさんあるんじゃない。個人個人の生命があるのじゃない。ね、この一個に宿っている生命は全体の生命なんですね。だから内を見たら、個人ですか、全体ですか。個人、全体、全体ですね。外を見ると個人ですね。個人ですよ。だから個人は絶対に全体から離れることはできない。すなわち個人は